1976年のミルト駅と周囲1キロメートル範囲。左が志分駅方面。右下隅へまっすぐ敷かれているのが本線万字炭山方面で本駅東の踏切から本線横の南側を直線的に並走した後、右下隅の少し手前から下へカーブして離れていくのが小道に転用されたかつてのミルト炭鉱、専用鉄道の軌道跡。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成イミルト駅は北海道空地郡クリサーチを見る本町にあった日本国有鉄道万事線の駅である。電報略号はミル。万事線の廃線に伴い1985年4月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは 線路の南側に存在した、点鉄機を持たない、防線駅となっていた。かつては、上市分駅と全く同じ、千鳥城に離れた短式ホーム2面2線と、駅裏側に副本線、駅舎横の志分側に、貨物ホームと2本の引き込み線を有していた。業務委託駅となっていた。駅舎は、校内の南側に位置し、ホーム西側に接していた。当駅から上、 ミルト丹山まで北西大港ミルト港専用鉄道が分岐していた。同鉄道の乗降ホームはやや離れたところに設置されていた。当駅近辺の地名より。なお、駅周辺の地名は開設当時滝の上だったが、すでに夕張線に滝の上駅があったため対岸の地名だったミルトを駅名とした。地名はアイヌ語の死トマに由来する。なお、 駅名の起源1939年版では、由来となった港をミルトマップとしている。交通センター前にバスが発着する。停留所名はミルト交通センター。鉄道関連施設は廃線後に撤去され、現在は跡地にミルト交通センターが建築された。旧駅構内は道路や駅名表をかたどったミルト駅駅跡,跡の石碑のある公園として整備。 されているが、校内は整地され、現役時代の面影を残すものはなく、モニュメントとして2個の踏切警報機と車止めが設置されているのみである。1985年、栗沢町によりミルト交通センター2階に、万事船、鉄道資料館が設置され、備品、乗車券類などの万事船関連資料や写真が展示されている。また、近郊の奈良集落には、 1985年から岩見沢市により万字線鉄道資料館が開設されている。公民館を兼ねた建物にさよなら列車のヘッドマークや事務備品、ダルマストーブ、写真など万字線関連資料が保存、展示されていたが、施設や設備の老朽化を理由に2021年3月8日をもって休館、7月1日に閉館した。ありがとうございます。